こんばんは、翔太です。今日もグラクラやっていきます。今日も PVP の方をやっていこうと思います。よし、まあ、前回は2勝3戦して2勝かできて、まあでも結構ギリギリでしたね。まあという感じで今日もやっていくんですけども、これ食べようかな。 HP 吸収でいきたいと思いますと。あ、 HP 吸収じゃない、 HP アップでいきます。3戦ぐらいやっていこうと思います。いけるかな、どうだろう。まあ結構投球ももうなんか皆さん高いっすよね。めちゃくちゃ投球高いもんな。あ、12万5千か。やっぱ12万超えるのも全然当たり前ですね。フェスエリマーリンキングか、うざいですね。なんかな、それマジか、それマジっすか、それはマジですか。どうしよっかな、それはマジンコですかっていう感じではある。慈悲なんてないから。いやー、攻撃封じというか、その、なんていうんですかね、マーリンと、いや、てか全員か、気絶あるし、凍結あるし、石化もあるみたいな、そんな、こと、やめてよ。いやー。なかなかっすね、これひどいですね。いやー、強いな。でも僕も昔キングとマーリン、このマーリン、赤マーリンか、入れてたんですよね。まあこの風なんだろう、ターンを封じれるっていうか、それが強いんですよね。いやー、どうして、クソ、うまいことやらしてくんないな。いやー、キングの必殺も多分痛いだろうな。打ちますか。慈悲なんてないから。打ち込んどいて、黙って、じきに終わるから。まあでもな、めっちゃ食らうんだよねこっちが、ね、で必殺撃たれてですよね。いやー、きついっすね。うわー、痛いわー、マジで。はい、こちらイテーション。やられた。キングの必殺がマジで痛いっす。いや、痛いっすねー。やばいっすね、だいぶ。まあこっからの逆転はどうだろう、いけんのかこれ。札がね、いや
だ。諦めるのはまだ早いです。気絶、回復を封じられるってのが痛いっすよね。いや痛い痛い痛い。慈悲なんてないから、より優雅に。いやー、金札が何だろう。キングか、回復かな。回復来そうだな。あーだよね、回復だよね。なんか回復来そうだったもん。やだー、やめて。私に喧嘩を売るとは。やめて。危ねえ、ギリ耐える。ギリギリですね。シェーマジギリギリの戦いを強いられてますね。おい、やべっと。全然食らわないし、全く食らわなかった今。びっくりした。そんなに食らわないっていうぐらい食らわなかった。強いですね。やばいですね。いやー強っ。ここからはそなたらが私のモル。いやーこれダメそうだな。マジかよ。私に喧嘩を売るとは。マジボッコボコやん、ボッコボコやん。慈悲なんてないから、より愉快。いやー痛い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 。うわー、こちらイテーション。うわお、これは終わった匂いがしますね。終わったくせー。諦めるのはまだ早いです。こちらイテーション。こうすごいね、もう封じられまくっちゃってもしょうがないね。いや無理だな。俺っちは勝者の味方。無理だ。くそー、あ間違えた。これは厳しいな。攻撃封じ、3人とも攻撃封じしてくるもん。なんか札も良さげだし。これさ毎回さ、これ人が多いとさ、こうタッチできないんだよ。やめてほしいね。喧嘩祭りってやろうとしたらフレンドってなっちゃうから、違う違うみたいになっちゃう。いやー辛いなー、さっきの。何？止まっちゃった？これさ、え、これ全然来ないんだけど。あ、来た来た。いやみんな強いっすね。ちょっとちょっと。
あれリタイアしてくれた。まあ、ポイントを、ポイント稼ぎ的なやつかな。まあ、よかった。まあ、デイリーだろうね、多分。デイリークリアするためにっていう感じでしょうね。まあ、まあ、これも一生は一生なんでね。みんななんかリタイアしてくれればいい。あ、フェイス来たな。このさ、なんだろう、この攻撃封じじゃないけど、こう封じるやつ流行ってんのかな。石化とか痛い。やめろって。痛いからやめとけって。慈悲なんてないから。慈悲なんてないわよ。いやー、どうしようかな。いや、痛いな。みんなのためです。まあ、なら君にわかるか。痛いって。それ石か。あ、じゃないか。はい、こちらイゼーション。そっちか。そっち石化してきた。なんやそれ。なんやねん。慈悲なんてないから、より優雅に。みんなのためです。諦めるならまだ早いです。やめろって。気絶はダメだよ。気絶ダメだって。気絶はあかんでよ。これでさ、必殺ゲージ削れないかな。殺ゲージ削れ。よし、なんとかギリ削った。やめて。やめろ。気絶はやめろ。バカチンガー。モチライゼーション。やめろって。気絶はダメだよ。モチライゼーション。おお、えぐっ、えぐい。いや、クソ、削りきれない。いやー、削りきれないなー。どうして、どうして。くそー、反射きたー。それじゃ次、やめろー。それ、やめてくれー。あー、もう嫌な
っちゃう。撃て撃て撃て、オッケー、復活一発。まあ、1人復活使わせて、いやー勝ちてーなー。なんだこいつ、早く撃ってこいよ。あーそういうこと。なんか遅延的なやつ、人的なやついた。エイソーシャスティボル回復した。パレンガーデン、マジ総合で回復してくる。うわーこれは痛いぞ。やべえぞ、いや削りきれないな。いてキングの必殺で GG、 またまたキングの必殺で GG すんのこれ。やめ、うわーやられた。いてー、はい、そっか、うざ、うぜぞ。諦めるのはまだ早いです。いやー痛いねー、だいぶ。やめてやめろやめろ、あーやめてー、くそーダメだった。それじゃ次行ってみよう。それ石か、うざ、もうそれやめてよ。モチライゼーション、いてそれ、いてお、負けた。いや強いな、マジか。やっぱこの攻撃封じというかステータス、ステータスじゃないな、もうターンをこう封じてくるパーティー強いっすね。なるほどね、これ流行ってんのかな最近。そういうこと、こうキングとか、キングのこれね、この石化させるとか、ヘルブラムの石化させるとか、あとなんや、あとマーリンか、最近マーリンも来てんの、これマーリンね、マーリンのこのこいつ、これで凍結させる、でもう相手なんか何もさせないみたいな感じで流行ってんのかな。昔使ってたパーティーだったんだけど、それがなんか流行ってるっぽいっすね。まあ分かんないですけど、まあまだ参戦ぐらいしかやってないんで分かんないですけどね。まあっていう感じで、まあ、今日はちょっと2敗か、参戦して2敗しちゃいましたよとっていう感じで、まあ、まあそんな感じで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また会いましょう。バイバイ。